皆さんこんにちは。今日もですね、少し、買い物、食材とか買い物に行くついでにカフェで作業をしていきたいと思います。今日は、シーインのピアス、そしてザラのサングラス、これ、以前のものですね。そしてこれはクリームドットさんのプチプラのペンダント、それからユニクロのフレンチスリーブティー、これも去年か一昨年かのものですね。それからまたジャージ素材のティアードロングスカート、これがねすごい快適で便利しております。それからザラの、これ今もあったような気がしますけどね、クロスボディ、携帯だけ、携帯とねカードが入りますよ。カードがね2枚ぐらい入ると思います。私は入れてませんけれど、家の鍵とか入れてもいいと思いますし、それからこれは今はないんですけど、コカさんの、トートバッグ、これ結構便利してます。内ポケット1つしかないですけどね、もうぐちゃぐちゃに全部入れちゃってっていう感じで、はい。これねザラのサングラス大きいからちょっとほっぺたにねこうつく感じですけど、仮面ライダーみたいでいいかなと思って仮面ライダー、はい。ではこうじゃないか、これはどっちかというとちょっと違うね。アウトフィット2つ目はフリルが可愛いレースディテールティアードトップス、以前にもご紹介しました H&M のものですね。1000円ぐらいになって在庫がほとんどなくなってます。オンラインは XS ぐらいしか残ってないと思いますが、店舗にはあるんじゃないかなと思います。可愛いです。タックスカートは以前の GU です。そしてピアスはクリームドットさん、そして H&M の安いネックレス、そしてゴールディのリングをしております。クロスボディはザラですね。最近は長距離のウォーキングも近所の買い物も割とサンダルを履いてますが、キーンのサンダル、これはですねアウトドアブランドなんですけれども、とてもね履き心地いいのでおすすめです。概要欄にリンク貼っておきますね。アウトフィット3つ目は大人のショートパンツスタイルということでね、以前のトップスザラと、そしてスピック&スパンの最近買ったストレートのショートパンツです。膝が隠れるのでね、抵抗感なく履けるかなということで、はい、行ってきます。今日は何かお祭りをやってましたね。懐かしい。こういうお祭りに来るのは今年初めてですね。商工祭りですね。楽しいわよ。子供の時にね、小さい時にこういうの入って遊んだことありますね。ほら天国天国、うわ楽しそう。今こういう紐が流行ってる、これね、スタジオドットクリップのこのちょっと下がったシルエットの帽子って、私麦わら持ってるんですけど、すごくね可愛く見えるんですよね。今時の紐がついてますね。で3500円、これかわいい。でこのね鮮やかな色のウエストバッグも、スタジオドットクリップ安いのにいいのがあるから軽い軽い。ほら後ろにオープンポケットもついてる。
かわいい、軽っ。ほら、これもかわいい。ちゃんとね、こう中が見えないようになってますし、このショルダーの太いショルダー紐がついてるから、斜め掛けもできるし、これ結構四角で小さいけどよく入りますよね。かわいい。スタジオドットクリップ好き。ちょっとね、かわいい。かわいすぎるところもありますけど。宇宙のフードコート。ここのね、台北茶房がお気に入りなんです。なりました。はい、お願いします。おー、ありがとう。おー、美味しそう。定番アッサムティー、ホット、ストレート、デカ。いかがだったでしょうか。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッションを中心にいろいろとお届けしております。最近ではお出かけ Vlog なんかも上げてますので、いろいろ見ていただければと思います。チャンネル登録をお忘れなく。 Thank you for watching. Bye bye.